こんにちは、鬼木誠でございます。世界では近年、異常気象が相次いでいます。地球温暖化により南極の氷が溶けたり、大雨で街が水没したり、このままでは地球と人類の生活が崩壊してしまいます。2015年、パリで地球温暖化対策のための国際会議、いわゆる COP21 が開催されました。そこで世界のすべての国々が CO2 の排出を減らしていくことを決めました。私はその時、環境大臣政務官としてこの歴史的会議に参加をしました。この会議でパリ協定が締結されてから、世界は急速に CO2 削減に舵を切り始めました。化石燃料を燃やしてはいけないと、経済のルールが大きく変わっていったのです。日本はガソリンエンジン車で世界市場のトップに立ちました。しかし、今後ガソリンエンジンがもし一切使えなくなれば、国際競争に勝てなくなる恐れも出てきます。すでにモーターと蓄電池を IT 制御した中国やアメリカの電気自動車が急速にシェアを伸ばしています。ルールに従わなければ市場から締め出され、ルールに屈服すれば競争に敗れるという状況であります。今後は CO2 を削減しながらも産業の発展を両立させることが必要であります。水素エネルギーや e フューエルといったカーボンニュートラルな新燃料を開発することにより、日本のエンジン技術の維持と国際競争力の確保を図ります。また、海外で CO2 をたくさん排出して作った製品が低価格で市場に入ってくるときには、国境調整措置という形で課税する枠組みを作り、日本の産業界が公平な競争に苦しむことのないようサポートしてまいります。応援どうぞよろしくお願いいたします。